にゃんにゃん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンです。まったりゆったりレシュン堂生活、集まれ動物の森パート102やっていきたいと思います。ってことでパート102、今回何するかなと言いますと、なんでね自分がこの飛行場にいるのかなってことがね始まるんですけど、じゃん20枚ね、周り旅行券集めました。いやー頑張ったよ。だから4万マイルかな、4万マイル使ってね、この周り旅行券20枚ね手に入れたのね。住民激戦ガチャっていうのをねやりたいと思います。住民ガチャかな、住民ガチャ、好きなねキャラクターこの20枚で出るかなってことでねやっていこうかなと思うんですけど、ちょっと狙うキャラクター、狙うキャラクターはつば九郎くんっていう、つば九郎か、つば九郎っていう鳥のキャラクターか、あと猫系のキャラクターか、どちらか狙っていこうかなと思います。では早速ね話しかけましょうよ話しかけましょう。モーリーさん、お仕掛けしたいんですよ。はい、大丈夫です。はいはい、参り旅行で持ってるよ。マイル旅行券ではね、パッパとやりたいと思うので、多分やけどね、気が逆だったらすぐ次行くかと思います。では出発します。はい、では1回目どこかな、誰見えないわ。誰、ゾウのキャラクターやけど、違いますね。では、次行きまーす。では、2回目ですね。2回目。誰、おっと、ヤギのキャラクターかな。でも、違いますね。では、ね、次の場所に行こうかなと思います。では、カットしまーす。3回目なんですけど、ウサギのキャラクターですね。違いますね。じゃあ、4回目行こうかなと思います。4回目ですね。4回目。どこかな、住民。お、ペンギンかな。ペンギンのキャラクターかな。ペンギンのキャラクターっぽいですね。でも、ペンギンじゃないんですよ。で、猫か、猫のキャラクターがつば九郎くんなんですよ。違いますね。では5回目に行きます。はい、5回目ですね。タコのキャラクターですけど、いや違いますね。つば九郎くんか、猫のキャラクター探してるので、なんか何でタケノコ取ったんだ。違いますね。じゃあ次のね場所に行きます。はい、6回目ですね。6回目。さあ、つば九郎くんか、猫のキャラクターが欲しいけど、羊かな、羊キャラクターですね。でも、つば九郎くんか、猫のキャラクターじゃないので、7回目に行きます。では、カット。7回目ですね、7回目。さあ、どこにいるのかな？あ、なんか、これはなんだ？化石ですね。やった、化石だ。わー、じゃないんだ。7回目なんだ。どこにいるんだろう？ちょっと探しまーす。どこ？ 7 回目はどこ？お、あ、なんていうの？違いますね。でも違いますね。8回目に移りまーす。8回目ですね。猫のキャラクターも出てきてないですよね、今のところ。そろそろ出てきて、トラですね。今度はチーターかな？チーター？トラ？どっち？まあ、チーターかな？違いますね。じゃあ、9回目です。じゃあ、9回目にね、来ました。9回目ですね。まだ折り返しじゃないんだけど、牛かな。牛のキャラクターですね。でも、残念ながら、猫のキャラクターかつば九郎くんじゃないので、残念ってことでね、10回目に行きます。はい、10回目ですね。やってきました。さあ、10回目は誰？狼かな？狼のキャラクターですね。でも、残念ながら、猫か。てか、猫のキャラクター出てよ。もうつば九郎くん、ね、猫のキャラクター出てよ。10回目に行きます。
はい、11回目ですね。多分11回目です、うん、絶対11回目ですね。さあ、ここから後半ですね。さあ、どのキャラクターかな。おっと、なんだこの、なんか、怖い、怖い、なんか、ハニワ、ハニワみたいな人がおるよ。でも、つばくろくんか猫の役だけじゃないので、12回目に行きます。20まで足りるんでしょうか。12回目ですね。さあ、なんか、今回の島はなんか違いますね。おっと、熊が見えますね。なんか、黒い、ハムスターか。ハムスターかな。わかんない。わかんないけど、違いますね。猫のキャラ、豚わかんない。13回目に行きまーす。はい、13回目ですね。そろそろ心配になってくるよ。心配になってきまして。心配になってきまして。お、鳥ですね。鳥のキャラクターですね。でも、猫キャラクターじゃないし、つばくろくんでもないので、違うってことで、まあ、帰って次のね、14回目に、ね、行きたいと思います。14回目ですね。さあ、おっと、誰？おっと、なんか、ゾウのキャラクターですね。猫のキャラクターかも、つばくろくん聞いてよ。15回目に行きまーす。はい、そろそろ後がなくなってきた15回目です。さあ、誰かな？ん？待って、自分知ってるよ、自分としともり機械だ。あれ、ジュンっていう名前の人じゃなかったっけ。ちょ待ち、いや、待ってよ、つばくろくん、今度にしていっかな。猫のキャラクターも今度にしていっかな。こんにちは。ほら、ジュンだよ、ほら、自分は旬だよ。そうだよ、うん。なんか、もう、ここになんか、旬ってね、なんか並んでるね。お。あ、じゃあもう、勧誘だ。勧誘しよう。いやー、勧誘だ。そうですね、うん。あー、そう、うん。お、やった、わーい。ようこそ。やったね。そう、たぬききさんね、たぬききさん。うん。ね。さあ、勧誘成功。とこですね。まあ、本当はね、つばくろくんかね、猫のキャラクターってね、まあ、言ってね、この20年かやったんですけど、まあ、15回目ですね。運命の15回目。もう、後がない15回目って言って、で、やったね。よし、じゃあね、まあ、本来の目的とは違うけど、でも、いいな、奇跡の回になっちゃうかな。まさか来るとは思わなかったよ。じゃあね、じゃあ、ワクワクね、ウキウキしてね、帰りましょう。はい。はい、ネシュン島に戻ってきました。ジュンですね。ジュン。自分はシュンです。で、オリキャラはネシュンです。はい、ジュンです。はい。ジュンがね、もうなんか、飛び出なってたけどね、来ますね。ということですね。まあ、本来の目的とは違うけど、なんかね、有名やろうね。多分有名なキャラクターだと思うんですよ。なんか、あの、アミーボカードがなんかめっちゃ高値で、なんか、ちょっと取引されてらしいんですけど、すごいね、15回まで出ましたよ。でね、まあ、言っちゃうとね、まあ、あの、なんでね、つばくろくんか、猫のキャラクターね、狙ってたとか言うと、つばくろくんはね、うん、誕生日がね、近いんですよね。そう、単なるその理由。自分、誕生日、7月16なんですけど、つばくろくんは7月15なのでね、まあ、1日違い。で、あと、猫のキャラクター狙っとった理由は、まあ、猫がね、まあ好きなのでね、ってことですね。でも、案外ね、意外な、すごいよ。なんか、わ、もう、や、わ、もう、喜んでいいんじゃないか、これ。わー、やったーってことでね。20年って言ったんですけど、まあ今回はね、15年で
うん、浮き切りますね。うん、またこのね、余った5枚は、また今度、誰か引っ越してしまった時にね、また住民探すように、残しておこうかなと思います。ってことでね、今回の動画はこれぐらいで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ツイキャス配信、ミネチブ配信もやっていますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ててもらえたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。